ただいま。今日でちょうど同棲して1年なんです。え？サプライズでお祝いしたくて、経理部の方たちにもアドバイスもらったりして。え？最近八重島さん経理部でどんな感じですか？変わったことありませんか？どうなんでしょうねえ、うん、それでああいう意味深な。見てください、このビーフシチュー。ケイタが作り方を教えてくれたんです。で、牛骨を10時間ぐらい煮込んでスープにコクを出す。なるほど。煮込んだ後って骨ってどうすればいいの？え？捨てちゃえばいいだろ。捨てるって骨の話か。実はプレゼントもあって。え？アロマキャンドルを自分で作ってみました。え？途中で、コウタロウさんが帰ってきちゃった日もあったりして。ただいま。おかえりなさい。朝子さん、すいません、5分待ってもらってもいいですか？じゃあ、その後かかってきた電話は誰から？坂下さんです。私がちゃんとキャンドルを作れたか心配してくれて。やっぱり私も手伝うよ。あ、いいんですか？うん、八重島ちゃんの家今度行っていい？あ、でもやっぱりうちで会うのは危険ですよ。それで結局坂下さんのお家で作らせてもらったんです。帰りが遅かった日はそういう理由があったんですね。すごくいい匂い。あ、俺鼻が治ってる。え？あ、めちゃくちゃいい匂いです。ありがとうございます。喜んでもらえて嬉しいです。